はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、こちら栃木県に来ておりまして、訪れているお店は僕の後ろに見えております、喜作さんでございますね。こちらのお店さんは以前からお世話になっていたんですけれども、本店を移転されまして、こんなねとんでもない大きい店舗になりました。移転後としては僕個人的には初来店なんですけれども、いろんなね、まあ、大食いの YouTuber さん食べに来ておりまして、もうね、移転前から美味しい、しかもでかいね、デカ盛りのメニューが多数あったんですけれども、今回はですね初めて移転後に来店ということなので、まだちょっとメニューを決めておりません。後ほどね店内に入ってメニューを決めるとして、早速こちらの喜作さんで本日は美味しいご飯食べていこうと思います。ということでですね、ただいまこちら喜作さんの店内に入りました。で、今ね店内見渡してるんですけど、マジでメニューが決められないぐらい豊富っていうか、デカ盛りのレベルが進化してるかも。もともとこんな感じでね、こうデカ盛り系メニュー豊富だったんですけど、ちょっとそれ以外にこの表記ですよ。ご飯増量できますということで、大盛り、特盛り、デカ盛り、メガ盛り、ヤバ盛り、根性盛りときてやめた方がいいというね、見たことないようなメニューができてます。これが総重量5キロで要予約制。これはちょっと大食いでもきついよね。ただ今回は1個のデカ盛りを食べるんじゃなくて、ちょっといろんなメニューを食べたいなということで、これの単品メニューを注文してみましょう。そしたらすいません、ああまだ注文してないですけど、ちょっとご厚意でやばいの来ました。ああすいません、お願いします。満腹カツ丼の特盛りと量が浮かんない。満腹カツ丼は特盛りで大丈夫です。結構増えますよね。じゃあ大盛り、大盛りで、はい、満腹カツ丼大盛りと、はい、満腹マグロ丼も結構でかいですもんね。満腹マグロ丼もご飯が800ぐらいで総重量でそんなんですね。それも大盛り。満腹。あ、やばい。あ、そっか。これも考慮しないといけないですね。なるほど、なるほど。満腹マグロ丼のじゃあ大盛りで。はい。はい。それでお願いします。はい。はい、大丈夫です。お願いします。はい。せっかくね、今夏ですから、汁物としてこの冷たいラーメンとかも頼もうと思ったんだけど、そうだ、完全に忘れてました。今ですね、本当にありがたいんですけど、ご厚意でこちら唐揚げと、どでかい飲み物もいただきまして、確かねこの移転前にも一度、もうせっかくなら食べてくださいと、推しのメニューですということで、焼きスパとかね、まあいろいろサービスでどでかいデカ盛りをいただいて撃沈したこともありますので、ちょっと、今注文した商品を食べきって追加でもいけそうであれば追加とかをしていきましょう。そしたらせっかくですね、もうこれいただきましたから、出来たての揚げたての唐揚げいただきましょう。いただきます。この唐揚げがねまたジューシーで美味しいんですよ。うわ、めちゃくちゃジューシー、うん、まっ。この喜作さんには、丼物で言うと、唐揚げ親子丼であったりとか、甘だれ唐揚げ丼、まあこういったですね、唐揚げを使った商品も多かったので、今日はね、ちょっと注文しようか悩んだんだけど、こういったものも美味しいので、ぜひ食べてみてください。いや、うん。てか、僕の正面にずっと見えてんだけど、普通の通常提供されてるメニューでも、いわゆるね、うどんとかを練るときに使うこね鉢に入った超デカ盛り、これ500円玉と比べてもこんなでかいの。こういったものもですね、むちゃくちゃ安くて通常提供もされてまして、本当にこちらのお店さんは値段だけでどれぐらい来るか予想して頼んだら 100% 間違いなく撃沈しますので、皆様本当にお気をつけください。そしたらひとまずこちらいただいた唐揚げは完食させていただきました。ちなみに喜作さんにはいろいろメニュー表がありまして、和風お食事メニューと丼物、定食物が載っているもの、それ以外にもですね、こちらパスタやカレーが載ったメニューもあるんですけれども、それ以上にね、これ特筆すべきはデカ盛り満腹メニューなるものが
ございまして、ね、開くとね、とんでもないです。こんな感じでですね、すべてがデカ盛り。ここら辺のですね、オケメニューであったりとか、もうこっちもいわゆるオケですよね。はい、いっぱいあるんですけど、この一文のヤバさでわかるかなと思います。汁物はうどんですと。普通定食を頼んでさ、こんなに来ることないのよ。写真で伝わるかわかんないんですけど、ご飯だってこれ漫画盛りですからね。ご飯は鬼盛り1キロ超えとなっておりますので、このねデカ盛りメニュー頼まれる際は十分注意してご注文ください。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。随時持ってきますんで。大盛りで。あー、やばいかも。ありがとうございます。大盛りですね。あ、大盛り、はい、はい、ありがとうございます。すみません。あ、はい、 ありがとうございます。ホルモンもありがとうございます。準備をしている間にホルモンも来ました。いや、ということで大変なことになりました。今もう卓上が目いっぱい料理並んでおります。いろいろとちょっと説明しながら食べるとして、いただきます。ひとまず熱々のものからということで、カツ丼からいこう。うわー、でもうまそうよこれ。とろとろ。うわ、ちょっと待って、このおけの深さすごい。うん、カツ柔らかで、この割り下がうまい。ちょっと待って、めちゃめちゃうまいです。うん、やばい、うまいな。あ、今日来てよかった。うまい。本当はですよ、もともとずっとすごくお世話になっていたので移転直後からね来たかったんですけれども、やっぱり SNS を見るとすごく忙しそうでして、今日もねもちろん朝オープンしてから速攻満席で、お客様も今待ってる状態なので、さすがにね一番忙しい時期は避けようということで、しばらく撮影に来なかったんですよ。我慢した分最高にうまい。うん、うまっ。うん、うまっ。でもやっぱり定食屋さんのカツ丼ってなんかロマンあるよな。うん、うまっ。いやでもこれ大盛りにしただけでしょ。これ商品名がね満腹カツ丼なんで、まあもちろん満腹になるのはわかる、わかるんだけど、大盛りでこんなでかいと思わなくない？おそらくだけど多分これ2キロ近くあるべ。え、今日のランチのラーメン、ありがとうございます。増えました。今日ランチで提供しているラーメンが来まして、ラーメンも先に食べないと麺伸びちゃうよね。麺だけ食べちゃいましょう。これ食い切れるかな今日。もともとはベースのラーメン、こちらの喜作さんね、佐野ラーメンのようなね、こう、もちもちプルプル、高水麺を使ったような、まあ、優しいラーメンなんですけど、今回ランチメニューということで、背脂はこれぎっちり入ってるのか。うまそう。あっ、ラードス、あ、うまい。うま。いつもと違って、こう、ラードがびっちり効いてるな。一切湯気立ってないから大丈夫かなと思ったけど、油の層がすごいから湯気立ってないだけでめちゃくちゃ激アツだわ。あっち、あ、うまっ。すげえ好き。あー、このラーメンうまっ。これそのあんまの勢いでこうチャーシューもいっちゃおう。うまっ、ほろほろ。うん、
かりますかね、この分厚さ。でもね、柔らかくて噛んだ瞬間ほろほろ。でも今まで移転前からもね、喜作さんではこの並盛りメニューを複数食べる撮影が多いので、普段ね提供しているメニューも何種類も食べてるんですけど、やっぱ全部うまいんですよ。各種専門店ぐらい全部うまいのに、この仕込みをするの大変すぎるよ。やっぱすげえな。あ、こ、せっかくなんでこの温玉ちょっと割るとこ皆様に見ていただきましょう。うわあ、これをまた絡ませんのか。絶対うまいじゃない。七味かな。これちょっといただいた、これネギホルモンかな、単品なんですけど、絶対さ、これご飯に合うじゃないですか。だからちょっとこのカツ丼のね、ご飯と、うまっ。あー、むちゃくちゃビール飲みてえなこれ。うわ、ホルモンプルプル、これはうまいわ。ただもうゆっくり食いすぎたかも。ちょっと待って、だいぶ時間経ってるな。ほんとカツ丼もすごいんだよね、掘っても掘ってもお米が湧き出てくるの。ここでちょっと一旦ですね、いろいろサービスをいただきすぎまして、持ち帰りになるかもしれないということを考慮して、絶対に持ち帰りのできない生ものマグロをまず完食しようか。いや、どうすっかな、全部食った後これもあんだよな。マグロか、この満腹マグロ丼に関してはネギトロで、ブツのマグロ、この切り身も入ってんだな、これすごい量。ちょっと上からお醤油かけさせていただきますね。よいしょ。あい、うまっ。あ、久々にマグロ丼食ったな。これも温玉を絡ませつつ、これこそラーメンのスープを汁物に行くのがいいな。うまいな、マグロ丼。ちなみにこのマグロ丼ね、かなり人気メニューっぽいので、さっきもね注文が入った時にもう次でマグロ丼最後ですみたいなお声もあったから、このメニューが食べたい方は早めにね来店することをお勧めします。え、あ今カレー来ました。今日ダメだ、全然食べきれないわ。今ですね、この動画の構成というか編集をねどうするか悩んでる。先にお伝えさせていただきますと、今日はですね完食するシーンは皆様にお届けすることができません。大変申し訳ございません。まあ、とにかくね、この喜作さんが美味しい、素敵だよっていうのが伝わればいいや。うん。とりあえず食べよう。ちょっとね、この辺りで一旦今いただいたカレーも行ってみましょうか。なみなみだな。喜作さんでカレーは何度か食ってる気がするけど、ちょっと改めていただきます。
あっこ、あっこ。うん、やっぱ結構スパイシーなんだよな、辛口系のカレーで、ここにねこの温玉をさこう溶くとうまいんですよ。うまっ。ちょっと一回動画切るか。もうですね、一旦、もう1時間ぐらい動画回してますので、カメラ一度切らせていただきます。ちょっと待って、ガチで一回食おう。苦しい。ということでですね、一旦カメラを止めてから30分近く頑張りまして、これ海鮮丼は一応完食で、でカツ丼に関してはちょっとカツ2切れ残ってるんですけど、ご飯と全て完食、したんですけれども、ちょっと無理です。ですので、ちょっと持ち帰れるものは持ち帰りで、今日はごちそうさまでした。マジで茨城の文福飯店、栃木の喜作すごい。